はい、本日はですね、スケボー初心者が2週間連続したらどれぐらい上手くなるのかという動画を見てもらいたいなと思います。僕はですね、普段からスケボーとか全然やらないんですけど、一応サーフィンだけは若干かじって丘サーファーとして活動はしてるんですが、今回スケボーをどれぐらい上手くなるんかなという動画を撮っていきたいなというふうに思うんですが、でそれに伴ってですね、今回商品提供いただいたのがこちらのアメリカのイロスというスケートボードのブランドからスケボーを提供いただきました。でもう早速開けていきたいなと思います。はい、ということで出てきました。なんかこのちょっとなんかネジを締める系のやつと袋が入ってたんですが、多分これがおそらくスケートボードやとは思います。このブランドがですね、アメリカの西海岸でできたブランドで、クラウドファンディングで1000万以上集めた有名なブランドらしいんですが、僕はスケボーやらないので全然知りませんが、こんな感じのスケボーが届きました。でスケボーってなんか僕のイメージはもっと長い感じのイメージだったんですが、なんか今回これはこんな楕円形の初心者でも乗れますよって言われて、僕最初にお話しいただいた時に、僕は初心者なんでスケボーできませんって言ったら、いやむしろ初心者の方がいいですって言われたんで、本来じゃあ2週間1回乗ってみますっていうことで、今回撮っていくっていう流れになってますので、2週間頑張ってる様子を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい、というわけであれから2週間滑ってる様子を見てもらったんですが、ちょっとずつ上手くなっていてですね、初日なんかすごいへったくそな感じだったんですけど、徐々に1週間ぐらいしてからようやく普通に滑れるようになって、10日目ぐらいからこのスケボーのネジをちょっと緩めて、こうなんていうんですかね、多分専門用語あると思うんですけど、全然僕知らないんですけど、こうカーブしやすいように結構緩めたりはしだしたんで、その辺ぐらいからはちょっとずつカーブの練習もしていったんですけども、やっぱり14日間やったら乗るのが精一杯っていう感じではあるんですけど、この後2週間の成果っていうのを見てもらいたいかなというふうには思うんですが、その前にこのスケボー自体が初心者に向いてるっていうことで乗り出したも乗り出したんですけど、乗ってみて思ったのは、初心者に向いてるかどうかは正直わからんっていうことになって、僕ロングボードっていうか普通のスケボー自体乗ったことないので、それが乗りやすいのか、これが乗りにくいのか、乗りやすいのか全然わからんっていうことになってて、ただ乗ってたりしたらその近くの人らから声かけられたりして、これ自分で作ったんですかとか、これどこで売ってるんですかとかっていうふうには聞かれたりしたんで、
確かに珍しいのは多分珍しいとは思うんですけど、まあ、周りの人らがやってるように飛んだりする技をするには多分これちっちゃいとは思うんですけど、まあ、普通に乗るのがベースなんかなっていう、あんまり技とかはちょっと僕は知らないんですけど、まあ、気になる方はイロスで調べてもらったらそういう乗り方とかはいろいろやってるんですが、まあ、僕は普通に乗るのが精一杯やったという感じで一応乗れたという感じにはなってます。まあ、なのでこれからスケボーを始めてみたい方とか、まあ、人と違うようなボードを乗ってみたいっていう方には結構おすすめやと思うんですけど、で、あ、最後にですね、ここの引っ掛けるところがあるんですけど、ここの引っ掛けるところってガンってこうやって引っ掛けたら机の角とかにも引っ掛けれるようになってて、まあ、こんな感じで、まあ、木とかにも引っ掛けてるんですけど、まあ、こう、まあ、引っ掛けれるし、あとちっちゃいので持ち運びは結構便利やったかなというふうに思います。で、ちなみに僕が今後、まあ、2週間無事撮影も終わってスケボーを乗っていくかどうかって言われたら、正直しばらくは乗らんやろなとは思うんですが、あのいかんせやっぱ公道で乗れないっていうことになってるので、公道で乗る決まりとかもあるらしくて、まあ、それが日本ではちょっとまあ引っかかったりするので、まあ、あくまで趣味で乗るっていうのがベースになってると思うので、まあ、僕はちょっとしばらくはまた乗らんかなという感じでは思うんですが、まあ、最後拓蔵が2週間頑張った様子をどうぞ。